1955年頃、アリシア・アロンソは、キューバのバレエダンサー、振付屋。夫のフェルナンド・アロンソもバレエダンサーだが、後に離婚している。キューバの首都、ハバナの裕福な軍人の家庭に生まれる。幼少時に、スペインでダンスを習った後、9歳でバレエを始めた。1937年に、ニューヨークへ移り、アメリカバレエ学校で学んだ後、 都営して、ロンドンで、ベラ・ボルコワに支持。18歳で、リンカーン・カースティンが率いるバレーギャラバンに参加し、その後1940年から1959年にかけて ABET で活躍した。柔らかな動きと完璧なテクニックで、古典もコンテンポラリーも自在に踊りこなし、ジョージ・バランシン、テーマとバリエーション、B ニジンスカ。 シューマン競争曲などの初演を踊ったほか、ジゼルとカルメン役では最高の評価を得る。19歳の頃から、網膜白竜を患い、手術を繰り返しながら、失明に近い状態で踊り続けてきたことは知られている。一時休業中の1948年、帰国して、エーアロンソバレエ団を設立。これは、現在のキューバ国立バレエ団となる。 キューバ内戦中の1957年、西側のダンサーとして初めてソ連に招かれて客演し、1960年には自らのバレエ団を率いて放送公演を行った。1950年代からは振り付けも手掛け、公共曲の試み、サーカス、コラドの任務などの作品があるほか、1972年にはパリオペラ座で、 自らの新演出、ジゼルの初演を踊っている。2002年からユネスコ新善大使となり、有形無形文化財の保護に尽力しながら、ほぼ盲目となった晩年もキューバ国立バレエの芸術家督を務め続けた。スタジオでは、鮮やかな色のスカーフを頭に巻き、化粧を欠かさず、常に優雅な装いであったという。2019年10月17日、 ハバナの病院で循環器疾患のため死去。98歳胞ーありがとうございます。